Hi everyone! 皆さんこんにちは。特殊英語担当のみっちゃんです。今日はですね、TOEIC についてお話ししていきたいと思います。内定者課題とか本選考で TOEIC の点数を出す必要があるという方、結構いらっしゃると思います。そんな方に向けて、TOEIC の試験の解く順番ですとか、あとはこういったところに気をつけた方がいいっていうようなポイントについて、今日はシェアできたらなと思います。まず勉強法に関して大前提なんですけれども、ある程度までは解けば解くほどスピードもスコアも絶対に上がっていきます。なので最初のうちはとにかく時間を計りながらたくさん模試ですとか過去問っていうものを解くようにしてください。そういった中で自分の苦手なパートっていうのが把握できるはずなので、その後はそこに特化した対策を取っていきましょう。次、参考書です。もし文法に苦手意識があれば高校時代の文法書を、単語に苦手意識があれば高校時代の単語帳を見返してみましょう。大学受験用の文法書や単語帳をやり込めば860点は確実に取れます。なので TOEIC 向けに新たに教材を購入する必要はありません。たださっきも言った通り、問題はたくさん解いた方がいいので、おすすめの問題集をいくつか紹介します。まず1冊目、これは定番なんですけれども、公式 TOEIC リスニングリーディング問題集です。こちらは試験形式の問題が3回収録されていて、音声もダウンロードすることができます。次は TOEIC テスト新形式聖戦模試リーディングです。これも先ほどの教材同様にとっても問題数が多いので、そこがおすすめなんですけれども、それ以上にこれ実際の問題よりも少し難しく作られているんですね。なのでこれを解けばかなり力がつくと思います。最後は TOEIC リスニング&リーディングテスト文法問題出る専門です。これも定番ですよね。とにかく文法はこの一冊で完璧にしましょう。また最近は本だけではなくてアプリもたくさん出てます。こちらもおすすめをいくつか紹介します。まず1つ目、単語を勉強するのにおすすめのアプリなんですけれども、ターゲットの友英単語アプリ。こちらはですね、 TOEIC の品質単語がよくまとまっているので解く価値があると思います。次におすすめなのはトレーニング TOEIC テストというアプリです。こちらですね、パートごとに問題を解くことが可能になってます。なので例えばパート5の文法問題が苦手だからここだけ集中的にやりたいとか、そういった使い方ができます。では次に実際に問題を解くコツについて話していきたいと思います。リスニングについてですが、まず全体を通して言えるのが、リスニングの一番最初と各設問の一番最初の指示文の間にどれだけ選択肢に目を通せるかといったところがポイントになります。 TOEIC っていうのは問題用紙にメモを取ったりすることができないので、キーワードに印をつけたりってことはできないんですけれども、やっぱり一回読んで頭に入れておくと、この後どういった文章が出てくるのかといった見当がつきやすくなると思います。そうすると問題文の予測にもつながって後々時間を節約することができます。ではパート1の解き方のコツについて話していきます。パート1はこう写真があって、それに対して4つ文章が読まれて、その文章の中で一番その写真をよく表しているものを選ぶといった問題ですよね。ここでは人が写っている問題では動詞を、物しか写っていない写真では前置詞を意地でも聞き取るようにしましょう。次、パート2の解き方のコツです。パート2は短い英語の文章が読み上げられて、それに対して最も自然な返答を選ぶといった問題ですよね。こちらは疑問文の頭が 5W1H のどれなのかといったところを必ず聞き取るようにしてください。逆に言うとそれが分かれば答えも分かります。パート3のコツですが、一つの話に対する3問の問題文だけ必ず事前に目を通しておいてください。そうするとリスニングの中で一体どんなことに注目をして聞いていればいいかっていったところの目星がつくと思います。パート3は複数人の会話があって、誰が何を言っているかっていうところまで聞き取らなくてはいけないので、ここが最難関かなというふうに思います。パート3が終わったら一旦深呼吸をしてリラックスしましょう。ここからは本当に集中力との戦いになってきます。パート4はスピーカーが1人なので、パート3よりは聞き取りやすいかなというふうに思います。ここでもパート3と同様に3問の問題文だけ読んでおくと良いと思います。リスニングの勉強法なんですけれども、スクリプトをしっかり読んで、ディクテーションとシャドーイングを繰り返し繰り返し反復練習すること、これが一番大事です。次にリーディングについて説明していきます。まずパート5なんですけれども、
ここで時間を節約できれば後半に長文を回して落ち着いて解くことができます。なので見た瞬間に選択肢を読まなくても一体どの文法問題について問うのかといったところが分かるレベルまでやり込んでいると良いと思います。イディオムは出る問題が限られているので確実に取りたいポイントです。またたまにかなり難しい問題が紛れているケースもあるので、そういった時には特段時間をかけずにスパッと回答してしまうことも大切です。例えばなんとかリーっていうものが文末にあれば副詞なので動詞の前後を見るとか、そういったパターン化されたものは速攻で終わらせるようにしましょう。パート6ですが、ここも長文に向けてできるだけ時間を節約したい大問です。なので文章を全部読む必要はありません。まず1つ目、文章の頭を読んでどんな話なのかといったところを把握する。2つ目、設問の空白部分の前後を読んで単語を埋める。3つ目、文章補充については4問の一番最後にあるケースが多いんですけれども、ここはなんとなく文脈をつかめていれば埋めることができます。またどうしてもわからない場合には最悪消去法でも大丈夫です。最後パート7ですけれども、パート5と6でせっかく時間を節約した分、ここではじっくり時間をかけて文章を読みたいところです。本文を読む前に質問文を読んでおけばどんなところに着目すればいいのかという目星がつきます。前半の方に出てくる一つの文章、例えば E メールとかチラシを読んで回答する方は比較的簡単なんですけれども、後半に出てくる2つ3つの文章、まあ例えばチラシとかウェブサイトとか E メールを読んで回答する方はかなり時間が取られるかと思います。で、例えばこう E メールに書いてあったことが後々チラシの方でも必要な情報となってきたりするので、一度で読み逃さずにしかも記憶をしておくということが必要になってきます。ここまで来ると集中力も限界に近づいていると思うので、適宜深呼吸なんかしてリフレッシュをするようにしましょう。で、あ、もうやばい、頭に入ってこないっていう風になったら一旦飛ばして読みやすいものからやるっていう手もありかと思います。ただ解く順番が前後してしまった場合にはマークミスだけは必ず気をつけてください。はい、いかがでしたでしょうか。今日はかなり盛りだくさんの内容だったと思うので、もしよかったら繰り返し繰り返し見て参考にしていただければなというふうに思います。やっぱりその TOEIC で高い点数を持っているということはもちろん選考なんかでも有利に働いてくるっていうことはあると思いますが、それ以上に点数という目に見える形で皆さん自身の英語力が上がることで自信が上がることにもつながるのが一番いいかなというふうに思っています。この動画が皆さんの勉強のヒントになれば嬉しいです。今日もご視聴いただいてありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。現在特集では有料サロン会員を募集しています。こちらですね、月額1980円で今展開しているんですが、こちらに入っていただくと普段の YouTube でお出しできないようなプレミアム動画だったりとか MC 陣による限定ライブですね、あとはスペシャルゲストなんかもいろいろ呼ぼうと思ってます。あとアウトプットのコンテンツですね、面接 ES の特訓だったりとか、あとは先行情報共有だったりとかコミュニティ機能なんかも兼ね備えてます。このサロンに入っていただければね、もう内定をぐっと近づくこと間違いなしというプランにしてますので、ぜひ興味がある方はですね、詳細概要欄に貼っておきますので応募いただければというふうに思います。それではまたサロンでお会いできるのを楽しみにしてますね。 See you next time. Bye bye.